ちょっとだけ靴下を編む動画5回目始めます。よろしくお願いします。今日は猫が寝ています。黙々と編んでいきたいと思います。もうね、かかとが終わったんで、レッグ部分をひたすらメリヤス編みしていくところなんで、今日はちょっと時間短めにしようかなと思います。今ね、今日12月の9日の深夜っていうか、8日から起きている時の9日の深夜です。月曜日の夜が明ける前ですね。これからシャワーを浴びて寝るというところです。ライブの方で、YouTube ライブ配信の方で、ちょうどね、昨日ね、ゆりかもヘアの滑り目模様のセーターが編み終わったんですね。で、今日からは、こずちゃんのカル、ヌーベンショールのカルに参加しているので、ヌーベンショールを編み始めました。途中までやってあったんだけど、その途中からね、途中つっても最初ほぼ最初の方なんだけど、まだ十何段しか編んでなくて、これからしばらくはヌーベンショールと、あとリリーさんの靴下カルの方をライブ中には編んでいこうかなと思います。靴下カルの方は割と小刻みにお題が来るんでね。あ、なんだこれ、変なの。あら、小刻みにお題が来るので、そんなに慌てなくても大丈夫かなって感じで、ヌーベンの方はね、ちょっとね、3ヶ月期限が3ヶ月なんですね。カルの期限があって、それをちょっと私は多分ねできそうにないので、ゆっくり編ませていただきます。ただね、糸ね、編んでみた感じ、アーバンっていうピエロさんのアーバンっていう糸を使ってるんですけど、すごい編みやすいのかな、編みやすいというか柔らかくて触り心地がいいです。すごいね、割とあんだけ細い糸を長々と編むことっていうのは初めてなので、ちょっとね戸惑ってるんだけど、まあまあできるかな。ただね、糸が切れちゃうのがちょっと怖いなと思ってます。切れちゃうかなみたいな、怖いなみたいな感じでやってます。もうただただ編むだけっていうのは楽だよね何も考えずに編めるっていうのは楽だよね。そう、一応ね、ヌーベンショールは1段おきに増し目があるのね。増し目があるのが、ちょっと、あれ?ここ増し目の段だっけ?みたいになっちゃうので、ちょっとまだね、慣れてないのかな、私。慣れてないよね。まだ何日か、数日しかやってないから、ちょっと頑張ります。でね、そんでさ、セーターのカルがね、来年始まるので、シンプルなセーターをね、編む方のやつね、シンプルなセーターを編むカルの方がね、来年始まるので、それも楽しみで、ちょっとね、糸はね、もう頼んであるので、来年のね、1月の終わりか2月ぐらいには手に入ると思うので、ちょっと後からの参加になっちゃう。カルはスタートがね、11
11月じゃないごめん1月の多分前半かな、靴下カルが終わった時にスタートするらしいので、それからだから糸がねちょっと私は手に入るのが遅れるのでね、ちょっとね参加も遅れるんだけど、それまではねヌーベンをやろうかなと。ヌーベン以外もちょっとやりたいことがあるっちゃある、でも全部はできないからね、ちょっとずつやっていこうと思います。これなんだこれ 1,2,3,4,5,6,7 あれあれ数が合っていない、1,2,3,4,5,6,7,8,8よね。ぶつくさ言ってしまったけどもうなんかだーって編んでると押し忘れるよね、あるあるですか。そうそう靴下カルね、あの気まぐれ靴下カルね、あのインスタとツイッターに写真をアップさせていただいてるんだけど、どうですかね、みんな見てくださってますかね。結構可愛い感じにできてるんですよ。もうねあのファイバーエスキスさんのね糸を使わせていただいてて、であのファイバーエスキスさんの糸を巻く糸巻き動画もねアップしてるんで、よろしかったら見てください。あのその可愛い糸をね使って靴下カルの靴下を編んでいます。で多分また今週ね糸が届いて、そしたらまた巻いて糸巻き動画撮ってってやるんだけど、とりあえずね12日にあの糸巻き動画ボリューム2アップ予定です。もうね撮影も済んでいるのであとはアップするだけ。今月は動画をいっぱい出す予定ですですって言ってできなかったらごめんなさい。ちょっとねあの作るあのレクチャー動画を1本か2本上げたいなと思ってるんだけど、まだ撮ってないっていうかね、試作品がうまくいってなくてうまくいってなくてね、はあ頑張ろう。ちょっとねこういう動画をね撮る時間があったらその試作を頑張れって感じかもしれないけど、まあ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 なんかねモンディムはなんだろう、今のところ触り心地的にはちょっと固めなんだよね、糸が固めというか編み地が固めに感じるんだよね。オパールぐらいの厚みがあるかなって感じです。色はねこんな感じでちょっと面白いよね、模様の出方がなんか半分ピンク半分ブルーで出てるっていう今で、こっちは表ピンク裏ブルー色の出方このピンクがめっちゃ可愛いからさ、このピンクだけで靴下編みたくない無理だけどさ無理だけどさ、ちょっと模様の出方本当に面白いよね。
今日はなんだかんだ喋れてますね。よかった。なんか黙々とやってもいいのかなみたいな感じもね、みんなが許してくれるなら黙々とやってもいいのかなって感じなんだけど、喋れる話題があるときはね、喋っていこうと思います。そう、そんでセーターね、そうセーターよ、ゆりかもヘアのセーターさ、着画をねインスタグラム、ツイッターにアップしたんですね。そしたらさ、その写真を撮ってもらった時にさ、母親に撮ってもらったんだけどさ、なんかね iPhone11 で撮ってもらおうと思ったら、なんかね iPhone11 のシャッターボタンみたいなあんじゃん、丸いシャッターボタンを押しても反応しないの。なんか変な音が鳴るんだけど撮れてないのね、お母さんが何回押しても撮れてないので、えって思って、いやここ押せばいいじゃんって、私が押したらシャッターの音がして写真撮れるのよ。これどういうこと？何、画面が指紋認証してんの？なんで私しか撮れないの？それともフェイス ID で私の顔を認識してる時しか撮影できないとかなの？よくわかんないんだけどさ、とにかく iPhone11 で写真が撮れなかったわけ、着画が。だから前のエクスペリアがね、まだね一応ね生きてるんで、エクスペリアを使ってさ撮ってもらったんだけどさ、エクスペリアはさ、なんかなんていうのかな、まだ今んとこちょっと古い機種なのね、私のエクスペリアは。だから画質があんま良くないのと、あとなんか縦長画面になっちゃって撮った時に、なんか画像のサイズの設定をし忘れちゃって縦長画面になっちゃって、んでお母さんがさ、なぜかさ斜め上から撮るわけ。正面からまっすぐ撮ってくれるんじゃなくて斜め上から撮るわけ。そしたらさ、なんかさ、えっていう、なんかえ短足じゃねみたいな、なんか背がちっちゃく見えるんだけど短足だしみたいな写真になっちゃって、でもうなんかもうしょうがないからそれをさアップしたんだけどさ、なんかインスタの方はね、なんかちょうど足の部分が見切れて見えないから、なんかちょうど良い感じにね写ったんだけど、ツイッターの方はなんか短足に見えるように写ったのそのままアップしちゃった。だからなんかなんだっけ、ライブでなんか背が低い、背がちっちゃく見えるみたいな感じでコメントもらって、嘘と思って、私160あるんだけどなと思って、ほんと短足に見えるぐらいのなんか写真になっちゃって、ってお母さんの写真下手だわ。もうねえ、しょうがないけどね、しょうがないけどね、もうお年だしね、60後半だしね、しょうがないよね。さあ今日はじゃあ質問コーナーを一つだけ読みたいと思います。はい、質問ね。靴下は糸によってで段数を変えてますか？どうやって決めてるか聞きたいです。靴下は糸によって段数を変えてますか？どうやって決めてるか聞きたいです、という質問でした。段数はそうですね、変えてます。というのも編み手がきつい時と緩い時と、なんか手の加減がね毎回同じっていうわけにいかないし、糸によってちょっと変わったりする、糸や針によってちょっと変わったりするので、
段数を変えている時があります。というのもまずつま先の長さが変わるでしょ。でつま先から、つま先終わったところから、三角待ちに入る前の長さっていうのを私は重要視してて、そのつま先終わったところから三角待ちに入る前の長さが今は私は 9.5 センチでやってます。前は10センチでやってたんだけど、最近 9.5 センチでやるとちょうどいいなってなってて 9.5 センチでやってるので、その 9.5 センチになる段数が何段かっていうのがその日にその時によって変わるので、センチを測って段数を決めています。で片方で段数が決まったらもう片方はその段数で編むっていう風にやっています。そうですね、あとはですね、そう私が決めてるのはここつま先終わったところから三角待ちの手前までの段数だけは変えてます。それ以外は変えてなくて、三角待ちは20段だし、かかとはかかとの編み方の通りやっているし、それとレッグ部分は私は30段編んで、で2目ゴム編みを15段編んで合計45段っていうのを結構決めてやっちゃってます。なのでね、そう段数を変えている部分はここだけですね、という感じです。なんかね、前はねあんまり手がきつかったので、前は段数そんなになんか気にしないというか、段数と長さそんなに気にしないで同じ段数で編んでたんだけど、それがねなんか手が緩くなったのかなんなのか同じ段数で編めなくなったの。だから毎回長さ測ってます。今はね42段ぐらいかな、確か42段だったかな、ちょっと忘れちゃった。メモってるんですね。毎回ねノートに書き込んでるんでね、ノート見ればわかるんだけど今ノート用意してないということでね、質問の答えは以上です。また多分段数数えてないんだよね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 段よいしょ。あ、そういえばね、そうそう、ご質問とご感想などね、コメント欄よろしかったらどうぞお願いいたします質問ご感想お待ちしております。よろしくお願いします。あ、一つね、言っとくことがあったわ。言っとくことあった。前に、そう、なんだっけ、質問でさ、靴下を右足から履くか左足から履くかっていう質問あったでしょ。それに私は右足ですって答えたんだよねそれが実は左足でしたっていうねめっちゃ嘘ついてた私。その右足ですって答えた次の日、寝て起きて靴下履くぞってなった時に、あ、左足だってなって、左足だってなって申し訳ねーって思ってそうそう、それで動画で言おうと思ってたのに前回言うの忘れて今言います。左足です。キリ
あ、申し訳ない、嘘ついた、申し訳ない、左足でした。ということで、はい、今日はこんぐらいで終わりにしますね。20分経ちました。結構喋れたぞ、イエーイ。おし、よしよし、それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。